始まりました活弁シネマクラブ。今回 MC を務めます映画ジャーナリスト上甲信です。よろしくお願いします。活弁、聞き慣れない言葉かと思いますが、活動弁士の略です。活動弁士はサイレント映画の上映中に語りを加え、映画の楽しむ愉快さを提示してきた方です。この番組では動画配信を通して映画を楽しむ愉快さを視聴者の皆様に届けていきたいと思います。早速ですが、今回のゲストを紹介したいと思います。離れ部の松永大地監督です。はじめまして、松永です。はい、今回は新作の離れ部という作品の話をできればと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですが、離れ部のご紹介です。こちらの予告編をご覧ください。息子はここ離れ部で大きなサメに襲われて死んだ。普段何してくれるわけでもないんだからさ、洗濯くらいちゃんとしてくれない。それが人に物を頼む態度。どうして10年も通ってるんですか。ええ、やってる。うん、なんか言うことないな。ありがとう。そういえば片足の日本人サーファーって見たことあります。は、何。ディック・ブリアの赤いサーフボード抱えて、おばさんがいつも座ってる場所のそこからちょっと離れたところにそいつが片足で立ってるの。あんたたち男って本当バカだよ。分かってないの、おばさんだから。離れイベイ、2015年ですかね、トイレのピエタの公開前に、トイレのピエタのプロデューサーでもあり、はい、本作のプロデューサーでもある、小川真司さんから、東京忌憚集という小説の中に入っている、離れ部をちょっと読んでみてと言われて読んで、それですごい良くて、でそこからこの企画を進めようとしてるんだって話を聞いて、そこから始まりましたね。そうですね、もちろんその、そうですね、どの方が原作を書いてるかっていうことは、もちろん大きいんですけど、それよりもまず原作というものをやることがまず大きなこうハードルなので、その村上さんが書いたってことはなるべくこう考えないようにして、その一つの僕が面白いと思った原作と向き合って、映画を撮ろうということに集中したので、ただ、シナリオも自分で今回書いたんですけど、やればやるほど小説の持つその力みたいなものは感じていきましたね。だから原作者村上春樹さんの原作をやるっていうこともう結局大変ではあるんですけど、それも小説がもともとあるってことの方がもう大変かなと思いますけどね。はい、脚本を書いた時は村上春樹さんとそういうお話とかはされましたないですね。はい、お任せという感じです。お任せというか、一番最初に、こういう思いで映画を撮りたいですっていうのを、手紙を書かせてもらって、それをプロデューサーから村上さんに届けてもらってっていうことですね。はい、撮影を撮り終わって、改めてなぜ村上春樹はこんなに世界的な人気があると思いますか。いや、僕はその積極的に村上さんの小説を全部読んでるわけではないので、僕がその村上春樹というその作家の魅力をどう感じるかっていうのは多分語れるような立場じゃないんですけど、これすごい難しいのが、その文体がもともとすごい独特、個性がある方なんで、言葉ですね。それを中国語に変換した場合にどういう受け取り方をされてるのかというのは正直ちょっと分からないんですよね。僕は村上さん の小説の魅力って言葉遣いがすごい面白いと思うんです。で、それをだから映画にする時っていうのは文体をどう変換していくかとかすごい難しさだったんで、なぜこれだけこの方の小説が受け入れられてるかっていうのは、ちょっとその理由は僕
は分かりかねまうというか、まあ、僕自身の言葉で何を語ってるかちょっと分からないですけど、僕自身が感じた、まあ、凄さっていうのは、あのとても実は普遍的なことを書かれてる、まあ、離れ弁に関しては特にそうだったんですよね。あのすごくあの人を見つめる目というのか、実は僕は人を見つめる目がすごい優しい方だなとは思いましたね。やっぱり言葉が独特なんで、それも自分が映画を撮ってる時に英語字幕をつける時に、まあ、まずは英語字幕をつけるんですけど、その時にやっぱすごい悩みますね。自分で言葉を書いた時にどの言葉を使う、そうですね、全く同じようにはならないんで、言語が違うとそのニュアンスをどう伝えるのかっていうのは、やっぱり翻訳者、字幕の人の力っていうのはすごく大きいと思いますね。ですね、その一番最初に話をそのもらった2015年っていうのは、ちょうどそのまあ劇映画の 前、まあ、前の作品である「トイレのピエタ」の公開直前で、まあ、まあ取り終わって編集して公開する前だったんですけど、その時の自分の次の課題というか、次映画を撮る時にトライをしてみたかったものが、もっと短いシナリオでそれをまあ現場で膨らましていきたいなと思ってたんですね。あの分量としては「トイレのピエタ」はすごい多かったんで、要素が多かったんで、要素が少ないものを次映画化したいと思っていたんで、逆にその短編であったことが僕にとってはすごく、まあ、やりがいとか、次やりたいのと一緒、まあ、重なったんですね。要素が少ないものを増やしてみたいなと思ったんで、逆にそれは良かったですね。でその要素を増やしたいっていうことで、いろんなところを行って何かを見つけたいっていうことも、そうですね、まず、シナリオを小説読んだ段階でシナリオを書いて、そこから一回あの実際にカウアイ島に取材に行かせてもらって、そこからの取材の中で実際にシナリオにしたエピソードが結構ありましたね。それはやっぱり大きいと思います。トイレのピエタもそうなんですけど、まあその喪失、まあその大切な人を亡くなった時に僕たちはどう向き合って前に進めるかっていうことが、一つの自分の、まあ、3.11 を経験した自分の描いてみたいテーマではあったので、それは大きいですね。僕にとって、僕自身はあの震災で大切な人を失ったわけでもないですし、直接的に、まあ、もちろん住んでた場所は関東ですけど、当然被害はありましたけど、被災地の方たちとはまた違うものだったなと思うんです。で、僕にとってどういうことかって言われると、あの出来事を経験して目で見たことによって、自分が描きたいものっていうのが一つ何かあるんじゃないかなっていうことを与えられた感じですね。まあ、やっぱり映画を作っていくことで自分が何かを表現していきたいと思った時に、あの出来事っていうのは大きくて、ただそれがどういうことなのかっていうのが実際には多分まだ自分でも把握しきれてないんです。だから2011年から、今7年経ってますけど、そこで初めてやっとそういう喪失に向かう出来事の映画を今自分が作れている最中なんで、多分5年後10年後あの出来事が僕にとってどういうことなのかっていうのがこれから分かるんじゃないかなと思いますけどね。まああると思いますね。まああると思うというか、時間しか解決できない問題って結構あると思っていて、それはドキュメンタリー撮ってる時によく思うんですけど、その瞬間の意味って実はこの瞬間には分かんないんですよ、あんまり。そうなんですね。その瞬間がいろんな意味を持ってくることって、まあ半年後1年後もしくは5年後10年後だったりするんですよね。それをすごくドキュメンタリー撮ってる時、だからとにかくいっぱい素材を撮るようにしていて、今この時にこの
出来事とかこの瞬間が必要だって分かってるような出来事っていうのは実は大したことあまりなくて、実はその瞬間が何もない日常がすごく尊いものになるっていう瞬間をドキュメンタリーに撮っていてかなり経験していて、それって時間の流れの中でしか体感できないものだと思うんですね。だから時間ってすごく、まあ、そうですね、大切というか大きいものだと思います。はいはい、大変でした、はい、すごい大変でした。まあ、日本とまず大きく違うのはそのユニオンといって、まあ、組合の規定が厳しいので、撮影時間の、まあ、規定がすごい厳しかった。まずそれが一番大きかったですね。はい、それが一番大きいかな。はい、あと現場のスタッフとか日本の現場のスタッフと全然、そうですね、今回合作っていう形でアメリカのスタッフも来てるんですけども、基本的にはチーフは日本のスタッフが来てて、その下に、アメリカのスタッフが一緒に入るって形だったんで、それに関してはね、そんな大して大変じゃなかったです。みんな映画を作るってことに関しては同じ方向を向いていたんで、逆に楽しかったですね。はい、日本国内のそういう現場とは雰囲気とかはもうそんなに大した変わっていない。いや、雰囲気に関しては、はい、まあ、1日12時間近くしか撮影できないんで、はい、みんな朝すごい晴れ晴れとした顔できますけど、ね、はい、元気、日本は疲弊して毎朝来るから、はい、それに比べると全然雰囲気は違いますよね。はい、スタッフは守られてますよね、ちゃんと寝て現場に来るから、はい、それは全然違います。はい、やっぱ日本もこういったやり方で、いや、まあ、やれれば一番いいですよね。はい、ただなかなかやっぱ予算が限られた中で1日12時間とかしか撮りませんって言ったら、別にそれでお前が撮りきれるんだったらいいけどってプロデューサーに多分言われちゃうだけで、プロデューサーが怒りましたね。怒るっていうか、お前もっと大切にするものは何なんだみたいな話になっていくと思うし、あと自分もやっぱりもっと撮りたいと思っちゃうと思うんで、そこはやっぱり悩ましいですね。みんなも休ましたいし僕も休みたいけど、まあ、限られた予算の中で1日の時間を、まあ、12時間で終わらせるっていう勇気はもしかしたらまだないかもしれない。はい、もう一つ大きいのが、はい、そのターンアラウンドといって、はい、撮影終わってから8時間は空けなきゃいけないんですよ、絶対に。だから夜の撮影したら次の日の朝の撮影はできないんですよね。もうそういう風になってるんで、はい、ルールですね、ルールになってるんで、だから夜の撮影するときは、まあ、開始の時間がちょっと遅かったりしますけど、あんまり夜遅くまでやると次の日朝撮影できないんで、はい、それもなんかやっぱり大変です。スケジュール切るスタッフはすごい大変だと思うんですね。はい、今回私がこの映画を見てて、うん、そういう撮影の一つの一つのシーンが、はい、本当に映画館でしか感じられないシーンが多かったですね。はい、特に奥行きとか、はい、いろんなちょっと家ではちょっとそういう味わえないと思いますけど、本当そうですね。だから家で見るとちょっと退屈になっちゃうようなことがあるかもしれないです。大きいスクリーンと、まあ、映画の音の環境の中でしか体感できないものにはなってると思うんですね。それはもう近藤とそういうふうにしたいっていう思いはありましたね。はい、撮影をしてた時もいろいろ近藤さんと意見交換とかはしていました。そうですね、もともともう出会ったのはもう10年以上前なんで、はい、その僕のデビュー作のピューピルってやつから一緒に撮ってもらってたんで、はい、劇映画としては初めてですけど、はい、個人的に面識もあったし、いっぱい2人で話をして、うん、撮影する前から、まあ、時間が足りなく、まあ、もともと限られてたんで、はい、現場ではもうカット割りは全部近藤に任せてましたね。はい、シナハン、まあ、ロケの時から ここから撮ろうみたいなことはもうずっと話をしてたんで。はい、実際こういう完成した映画を見て、はい、いかがですか撮影は。いや、まあ、うん、僕が現場で本当に集中してやったことは役者と向き合って役者を撮る、人間を撮ることに集中していたんで、あとはまあドキュメンタリーみたいなものに近かったんで、それをまあそれはまあ主演の吉田さんの芝居含めてやっぱいいものが残ってると思うんで、それはやっぱり近藤の力が大きいと思いますね。いいものを目の前に、まあカメラの前を作る、僕は一生懸命作る、でそのあとはまあ近藤に切り取ってもらうっていう思いだったんで、はい、それはすごくいい撮影してもらえたなと思ってますね。はい、
この映画の中で確かにサッチという登場人物はちょっと小説から映画になって描き方も変わっていますよね。本当になんかサッチの今をちょっと映したいっていうことを感じましたけど、その点はいかがですか。そうです、あの原作やっぱりそのもちろん過去の出来事があった上での今ではあるんですけど、過去をなるべく描かずに、最小限の過去で現在の主人公を描きたい、その映画として僕が描きたいのはこの人の将来とか未来に何か光があるといいなっていうことだったんで、この人が今どう生きてるかっていうことの方がまあ大切かなと思いましたね。だからほとんど現代の描写って座ってるか歩いてるかだけなんですけど、でもそこはとても大きな挑戦で、吉田羊さん演じる幸が、背景も含めてちゃんとこう作り込まれてカメラの前に立てれば、最低限の過去の描写でもその人の苦しみとかがにじみ出たらいいなと思ってたんですよね、人間像が。そういう意味では、過去の回想を多くしちゃうと現在パートがただ本当に何もなくなっちゃうと思ったんで、そこは大きく変えたところだと思いますね。映像化になると結構女優さんにとってなかなか結構難しい役じゃないかなと思いますけど。難しかったと思いますよ、ね。相当頑張ってもらったというか、やっぱ吉田さんは、そう捧げてくれたと思いますね、この作品に。で、吉田さん自身も役作りのために何か特別の演技指導とかは？は知ってないですけど、ピアノはやっぱりずっと練習してもらったですし、あと英語もずっとやっぱりこう、覚えてもらいましたね。それ以外は特にないと思います。吉田さんが持ってるものがちゃんとあると思ったんで、いろいろサッチという役をいろいろと吉田さんとも相談とかはしましたか、今回は。相談は、そうですね、リハーサル、クランクインする前リハーサルとかもしたんで、話はしましたけど、でも吉田さんがちゃんとこの役を演じるために何かを持ってるんじゃないかなと思ってたんで、そこはこういうものがあるんじゃないんでしょうかって話はしましたけど。松永さんは離れベイの中で吉田羊さんとその息子さんの佐野さんってどういった関係っていうか、どういったあのものを描きたいんですか。深い愛は、深い憎しみとやっぱり表裏一体なんで、近親憎悪って言葉がありますけど、そういうものだと思うんですよね。なんかすごい嫌いだけど愛してるみたいな、そう複雑なものだと思う。そんな簡単なものじゃない、まず親子の関係って、それは自分が親に対しての気持ちとかもそうですけど、自分と同じ血が流れてるし絶対的な関係性ではあると思うんですね、親子の関係って。もう切っても切れないから。でもそこってやっぱり憎しみもあれば愛情もあるし、なんだろう、複雑な気持ちになると思うけど、やっぱり失った時にはその喪失感というのは大きいんじゃないかなと思います。だから簡単じゃない関係だと思います、親子って。でもそういうものだと思うんですよね。憎しみがあるこそ愛があるっていうことです、ね、あ、違う、逆ですね。逆です。愛があるから憎しみがあるんですよ、絶対。憎しみから生まれないですよ、多分。人の感情の最初は絶対憎しみから生まれないですね、多分。逆ですか。愛情があって、愛情があるから悲しみとか憎しみが生まれると思いますね、愛がないとなんかちょっとそういう感情も出てこないっていう。もともとの生き物というか、人間の本質的に持ってる感情って、その生まれた時からは憎しみなんかっていうものは持ってないんじゃないかなと思うんです、赤ちゃんの、愛情っていうか、そういうものがあって、そこからいろんな感情にこう転がっていくと思うんですよね。悲しみとか、そういう、嫌悪とかもそうですけど、最後サチという役でどんな気持ちですか、松田さんが見ると。でも、希望があってほしいなと思いましたけど、希望が欲しいっ
ましたそれは。だから最後のそういうシーンが。そうですね、まあ、生きてる中で、はい、僕たちが死ぬっていうのはもう絶対的な揺るぎない事実ですけど、はい、その死というものがあのネガティブな、ね、ものであるならば、うん、僕たちはそういう苦しみに向かって生きていくじゃないですか、はい、でもやっぱりこう日本人の死に対する捉え方とやっぱ海外の捉え方ってやっぱりどうも違うところもたくさんあるわけで、はい、まあ、死が生の始まりって思うように、ね、言われてるところもあるし、まあ、次の世界生まれ変わりというか死んでからの次の世界のために今があるとかっていろいろあると思うんですけど、なんか僕はまあ生きてる先の死というものが、まあ、死別でも何もそうですけど何かしらの希望のあるものになるといいなと思ってますけど、それはもうすごい理想論だし、はい、うん、当事者はそんな簡単ではないと思いますけど、サチっていう人の未来にも、まあ、希望があるといいなと思いましたけど、うん、で本作もう一人の重要人物がありまして、はい、村上虹郎さんが演じた、はい、あの高橋なんですけど、はい、まあ、本当に主人公に寄り添っていく役だと思いますが、あのやはり高橋がいるこそ幸はどんどんちょっと幸になっていくっていう感じがしましたけど、そうですね、はい、その辺はいかがですか。うもうでも本当に、はい、あのそう思っていて、はい、その息子と同じぐらいの、うん、若いものが出てきて、自分の息子に対して、まあ、佐野玲を演じる息子に対しては素直になれないんだけど、やっぱ他人だとそこは意外と素直になれたりすることがあると思うんですよね、うん、そういう意味では虹郎の役はあの吉田さん演じる幸を紐解いていく、まあ、現実を突きつけることをする役なんで大きいと思いますね、はい、そうですね、もともと前から面識はあって、はい、あのいつか一緒にやりたいなと思ってたんで、はい、今回は虹郎がやる役に関しては虹郎にやってもらえることが決まってから大きく虹郎に役を近づけたところがあるんで、そういう意味ではやってもらった時にあすごくいいなと思いましたね。シナリオで書いてる時よりも役が大きく成長したなと思います、はい、虹郎が役をものにしてくれたなと思ってます。もともとはその日本映画、まあなかなか洋楽で、はい、こういい洋楽を予算的に、これも本当予算的なことですけど使うのが難しいのを現実の中で、はい、今回1個、うん、まあ、世界的にね認知されてるいい音楽を使いたいなっていうのはシナリオを書いてる時点からあって、それを一つ、まあ、父親と息子と幸をつなげる一個何かのキーワードにしようと思ってて音楽を探し始めて、その中で、まあ、探した曲の一つとして、まあ、イギポップのパセンジャーを、まあ、出会ってとかこれはどうかなってなった時にはすごく歌詞がもう本当にすごくなんか自分が描こうとしているものとか息子が聴いたり父親が聴いたりするのにぴったりかなと思って、まあそれでパッセンジャーいいなと思って、なんかハワイっぽくないしと思ってそれでいいなと思って、はい、選びましたね。まあもともと映画に関わるイコール俳優しかないと思ってて勉強してなかったんで、スクリーンに映る俳優になるしかないと思って、でまあ役者を始めたんですね。それでまあ、矢口監督だったり橋口監督の現場に行かせてもらって、当然のようにそこには監督がいていろんなスタッフがいて、ではなんか映画を一つ自分の作りたいものを根っこから作れる人って監督なんだなと思った時に監督やってみようと思って、ただすぐに撮れるわけじゃなくて、それで自分の友達を撮ってたのがきっかけなんですね。でそこで映画を撮ることを多分勉強して、まあ、ピューピルっていうのを発表して、その後トイレのペーターを撮ったんですけど、ドキュメンタリーを撮ってる中で学ぶことがかなり大きくてすごい大変なんですけど、さっき言ったみたいに
今この瞬間が尊いものに、まあ、宝石のようなものに変わっていくっていうこととかは、まあ、ドキュメンタリー撮る中ですごい経験したことなんですね。でそれはシナリオを書くときとか物語を考えるときにもすごく財産になっていて、ドキュメンタリー撮ってる瞬間の方がよりフィクション性の強い瞬間があったりして、でフィクションであるまあドラマを撮ってる時の方が実はドキュメンタリー的な瞬間があったりするっていうことの面白さがあって、まあペース的にはドキュメンタリーはそんなに簡単にたくさん撮れないんです。自分の性格的には1本やるとすごい長く時間がかかっちゃうんで、ただこれからもまあたまにはドキュメンタリーやりてる方が、まあ、自分のなんか活動としてはすごくいい刺激を受けてるというか、はい、両方やってるのはバランスがいいかなと思ってますけどね。松坂さんから見るとドキュメンタリーを撮る時どうやってというか、あの客観的になって真実に主観になるっていうことはまあ否定はしないですし、はい、僕自身が大体カメラを持ってるから、はい、僕が見たいものをその瞬間こうやってまあジャッジしてるから、はい、そういう意味では僕の主観なんだけど、僕がドキュメンタリー撮るときに一つ気をつけてるのは、なるべくその僕の主観をで見てるものがなるべく客観に近づけていこうと思ってるというか、はい、僕がやる責任はその被写体を僕がすごい感じたいろんな感情を見てる人に同じように感じてもらえたらいいなと思って、なるべく客観になるようにしようとはしてますけどね、はい、僕が、まあ、ドキュメンタリーっていろんな作家がいていろんな撮り方があっていいと思うんですけど、はい、一つの出来事をこういうものだって定義付けすることってすごい危険で、ドキュメンタリーって力がすごい強いと思ってるんですよ。多くの人はその実情を知らぬままドキュメンタリーに描いたものが全てだと思うんですけど、それは監督した人間の考え方なんで、はい、なるべくこう客観的に結論付けることなく、なるべくフラットに撮ることで見てる人が考えられたらいいなとは思ってるんですけどね、まあ、すごい難しいことなんですけど、はい、だから僕の場合はその絶対主観だってことを分かった上でなるべく客観になれたらいいなと思ってますけど、はい、いろんな国に行っていろんな国のスタッフといろんなまあ俳優ってやるのはすごい楽しみだなと思って、はい、まあ、離れ部やったのは大きかったですね。その後ヘキシでミャンマー行って、それもすごくいい経験です。ヘキシの時はもう離れベルももっとあの外国のスタッフだらけだったんで、はい、日本のスタッフほとんど連れていかなかったんで、その中での映画作りは、まあ、本当に楽しかったですね。でカメラマンのギャオ君は中国、はいはい、で中国をベースにやってて、あの照明チームもみんな中国から来てたんで、はい、面白かったですね本当に。え、ちなみに中国に関する印象はいかがですか、はい、中国映画のことも含めて。中国映画は、はい、それこそ僕はチャン・イーモン、あ、チャン・イーモンさんの初期の作品本当大好きで、ホン・カオリャンですか、赤いカオリャンとかもそうだし、はい、あとあれもそうですよね、生きるとか、はい、生きる、はい、とか昔やっぱりあの監督の映画いっぱい見てたんですよね。今だいぶ違う感じになってますけど、今完全にエンタメ対策監督になりましたけど、で中国の監督で好きなのはロイエとか、はい、ロイエさん、そうジャジャン君とか、多分国内ではそんなにヒットして、あ、ヒットはしてないですか、ね、監督がすごい今は好きですよね、はいはい、やっぱり作家性の強い監督がすごい好き、はい、だからヘキシュの音楽は、はい、ジャジャン君とかをやってるリンちゃんさんがやってくれてますね、はいはい、今回の三面鏡、はい、中国の映画は基本的にすごい色味とかもそれすごい好きです、はい、でたくさんの映画を見て、で海外いろんな撮影とかをいて、うん、で日本映画界って海外との距離はについていかがですか。自国だけで、はい、自分の国だけで興行を回収できることの映画を作ってる国って実はめちゃくちゃ珍しいんですよ、はい、多分ヨーロッパとかも、まあ、ハリウッドもそうですけど、うん、世界規模で映画を公開して興行を成立させていくのが大体、まあ、大体の流れですけど、はい、日本映画ってやっぱりこう年に数本ですけど、はい、まあ、10本ぐらいあるのかな、うん、ちゃんと日本の興行だけで回収できちゃってるんで、
大手の映画会社は外の国を目指さないんですよ多分、はい、まあ、僕はまあ会社に入ったことないから分かんないですけど、はい、でもやっぱり僕が作りたいような映画っていうのは非常にその今の日本映画の土台の上だとまあ難しい要素も結構あったりとかして、そうなった時にはまあいわゆる本来多くの映画が持ってる性質である、まあその合作共同制作でマーケットを外に持つってことをやっていくしかないんじゃないかなと思って、それで海外に出ていきたいなとは思ってますけどね。日本はだからそういう意味では恵まれてる環境でもあるんですよ実を言うと、はい、その否定をする人もいますけどすごい特殊な環境で自国だけで映画を回収できちゃってるんで、はい、そういう作品があることがすごいことでもあるんですけど、映画自体の業界をやっぱ特殊なものにしてっちゃったとは思いますけどね。映画って国が違っても届くものだと思っていて、僕がやっぱりヨーロッパだったりアジアの映画見て育ったのと一緒で、僕の映画がその国を超えて言葉を超えていろんな人に見てもらって、それどういうふうに、うん、映画が受け入れられるのかなっていうのはすごい楽しみですね、うん、本当に見てもらいたいですね劇場で、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。最後ですが増永監督に告知があればお願いします。告知、はい、まあ、離れベイがですね、はい、DVD が発売になります、はい、まあ、劇場で見るのとはまた印象が違うかもしれないんですけども、それでも自分で一人で静かに見る楽しみもあると思うのでですね、はい、ぜひ見てもらいたいですね。ぜひ、はい、DVD よろしくお願いします。番組を楽しんでいただけた方はハッシュタグ活弁シネマクラブ、ハッシュタグ活弁で投稿をお願いします。活弁シネマクラブのツイッターアカウントもありますのでぜひフォローしてください、それは今回はここまでです。これからも活弁シネマクラブよろしくお願いいたします。